モアが思うマリッペは漢字で例えるとモア的には空かなって思ってて、やっぱいろんな顔を持ってるっていうか、雲みたいにほんわかしてる部分もあるんだけど、あの青、空の青ではっきりしたことを伝えてくれるし、やっぱりさっき言ったように副会長として役目を果たしてくれるし、あとは虹がかかるじゃないですか、空には。モアは虹が大好きなんですけど、モア的には、自分は虹みたいな存在でいたいなって思ってて、赤瞳紅緑青藍紫で一つ一つの顔があるといいなって思ってるんですけど、そんなモアを包み込んでくれる空のバリッペが大好きです。嬉しいですね。モア君はモア君のいろんなモア君がいるんですけど、じゃあまず一人目のモア君はなんかあ、これは小屋寺の意味なんですけど、だからあの小屋寺がいつもなんかあのポーズ取って寝てるような感じなんですけど、好きなものは軟骨の唐揚げくんが好きなんですけど、でもまあそれは皆さん知ってると思うんですけど、まあそんな小屋寺くんのマー君のまあ一緒にいるからメンバーだから分かることは、やっぱり今マー君の副会長って言ってくれたんですけど、今中1のみんなと中2のみんなで中2のみんなでやっぱりなんか次の桜学院作っていきたいっていう時に、やっぱりなんか一番頼りになるっていうか、なんかみんなのこと考えてくれてて、学園祭の時もあのみんなでお揃いのストラップをくれたり、心優しいモア君ですね。こういう話苦手なの。そうですね。久しぶりに二人でこんなことを言えました。足痛い。正座してるっすね。お疲れ様じゃない。以上っす。バイバーイ。